ヘブライ語アカデミーヘブライ語アカデミーはイスラエルのエルサレム市内ヘブライ大学のギブアットラムキャンパスに設置されているヘブライ語に関するアカデミーであるヘブライ語アカデミーは1890年にエリエゼルベニエフダーによって設立されたヘブライ語委員会が基礎となっておりイスラエル独立後の1953年にヘブライ大学内の ヘブライ語アカデミーに改編され現在に至る。エリエゼルベンイエフダーは、ヘブライ語を現代に復活させた大一人者で、ヘブライ語委員会の初代委員長も彼自身であった。ヘブライ語委員会は、パレスチナ地域でのヘブライ語教育システムの確立、辞書や広報の出版で、ヘブライ語の再普及に努め、ヘブライ語アカデミーもその役割を受け継いでいる。 エリエゼルベンイエフラーによって編参が始められたヘブライ語大辞典は彼が亡くなりヘブライ語アカデミーが設立された後の1958年に完成した現在でも国外からイスラエルに移住してきた外国生まれのユダヤ人や留学生などにヘブライ語を教えるウルパンと呼ばれる学校が広く開校されるなどヘブライ語の普及教育には引き続き力が入れられている ヘブライ語アカデミーでは、もともとのヘブライ語にない、外来語の語句などを表現するための新しい、ヘブライ語の作成も行っている。アカデミーの名称に使われている、ハーカデミアという語も、この活動によって生み出された語である。ありがとうございます。